この動画が上がってる頃、日本はどうなってるんでしょうか。どうも、プラスティナバー芸人の天野孝也です。よろしくお願いします。天野ちゃんです。よろしくお願いします。さあ、ダルビッシュさん、ホームグラウンド、チームセーブライオンズということで、無課金やかでございます。ありがとうございます。いやー、今ね、撮影が3月20日、月曜日ということで、まだね、WBC の準決勝行われてないんですよ。どうなってんの、メキシコ。ね、日本対メキシコ、どうなってんの。俺は勝ってると信じてるぜ。信じて、勝った体でこの動画進めていきますよ、ロタマス。ということでね、今日はね、ちょっと継承第2弾ということで、継承ね、継承。第2弾ということで、柳田さんに続き、この選手、ちょっと見ていきたいと思います。はい、坂本勇人さんですね、ありがとうございます。坂本勇人さんの、最新シリーズ、極みということでございます。2体持ちしてますと、ね、まずこの最新シリーズなんですけど、まあ、A の能力が消えたというところ、まあ、ちょっときついなっていうふうに見方はあるんだけども、まあ、全然問題ないです、これぐらい高ければ。うん。で、ショートも B あって、守備積極で、で補給も70、まあまあ、めちゃめちゃいいよね。肩も80ってことでめちゃめちゃいいし、なんといっても超広角パイ、選球眼。うん。まあ、これめちゃめちゃいいっすよね。うん、申し分ないじゃん、この坂本勇人って話なんだけど、ただ僕がもう一人、坂本勇人さん持ってるんですけど、ちょっと見てください。はい、この勇人です。まあ、侍ジャパンの勇人ですよね。あの、東京オリンピックの。で、打撃を極めし者つけてるんで、同値崩れてますけど、これほんと82、82、74なんですよ。まあ、ノイコ強いよねっていう。で、なんといっても特殊で、A に乗せてますと、守備を。まあ、これがめちゃめちゃでかい。ただ、僕ね、まあ、継承のお話なんだけど、今日は。継承はもちろんしない方がいいです。やっぱり A の坂本さんっていうのはもう A 級スピーカー法ではいいと思います。だから継承はしちゃいけないんだけど、どっち使うかってなった時に、僕はやっぱ最新坂本を使った方が僕はいいと思ってます。はい、なぜかっていうと、まあその B と A ってそんなに僕あんま変わんないと思ってるんですよね。で、なおかつ補給が、こっちの坂本さん C で、最新は B なんですよ。それもね、ちょっとでかいかなって。なんか C から B はめちゃめちゃでかいんですよね。B から A はそんなにって感じなんですよね。そう。なので、僕、個人としてはこの坂本勇人さん、もちろんね、スピ解放いいと思うんですけど、僕は最新スピかなって思ってます。はい。だからまあ、最新の坂本勇人が出続ける限り、僕は最新の方がいいんじゃないかな。まあ、能力によってまた違うんですけどね。と思ってます。で、なおかつね、この固め打ちなんですよね、この坂本勇人さんって。そう。これがね、まあ、坂本勇人さん、大体下位打線に置いてるって人多いんじゃないかな。なんで、固め打ち出る状況があんまないんですよね。そう、2巡目回ってくるってことがあんまないんで、まあ、今日は僕2番で打たせますけど、いつも9番で置いてるんで、そう、この固め打ちってのはちょっときついなと思うんですよね。そう、だから僕的にはもちろん、まあ、継承はしない方がいいです。この坂本さんは僕は2体持ちで、ずっと使い続けるかもしれませんけど、僕は、最新スピードの坂本さんをこれからガチョーダに組み入れて、まあ、2試合ほどやっていって、ああ、やっぱりこっちの方がいいよねって思ったら、最新スピード使っていこうかなと思っております。うん、まあでも最新スピかな、やっぱりガチョーダ入りは。うん。てな感じでね、2、3試合ほどやっていきたいと思います。まあ一番大きいのがね、まあ特殊能力片目地が選球眼なんですよ、最新は。そうなのでちょっとね、そこも試して、いきたいと思っております。よろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ先行ですね、ラッキー、あやすもつさん、よろしくお願いします。山岡さんか、なるほどね。わ、メンバーめっちゃ強い。さあ行きましょう、お願いしますと。さあ1番はこよなく愛している糸井嘉男。もう糸井嘉男を愛してます僕。ライドラ広角じゃないんで、広角がないんで、まあ、使いにくいって方もいると思うんだけど、ちょっとこの打席見てよ、この打席見て判断してよ、みんな。はい、ありがとうございます。これなんですよね。もう絶対出るの、ルイ。ルイ、ちょっと僕出ないか。まあでもいいよ、最新スピの相澤さん、この選球眼がいいんだよね、やっぱり。ミート上がるじゃないですか、これ、この選球眼。これがいいんですよね。はい、いいよ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 。さあ、次何来る、隼人さん。はい、せーん。
こは盗塁はないと言っていいでしょうか。やっぱ早野さんいいな、2番ありだな、これからいいというのはありますけど、まだ分かりません。そうですね、インサイド落ちました、アンダウトです。さあ最新柳田、もうね、もう強いっすわ、無課金やか、もうね、俺多分柳田さんがホームラン打つのもう見えてるわ、ギータが見えちゃってる。あ、インサイド弾き返した打球はスボックス。さあおかわりくん、もう見えちゃってるよ、君がホームラン打ってるところが、見えちゃったマッソ。さあちょっとね、守備ミーの坂本さんの感じもちょっと見ていきたいね。まあ俺守備やれば別に問題ねえよって思うんだけどね。まあ正直その人によってね、 A やった方がやっぱいいともちろん言う人もいるし、そう、まあ一概には言えないけども、僕は B でも全然問題ないと思います。そう、ピッチャー田中将大、ショート坂本勇人、操作オップ、全員プレイボーイです。ありがとうございます、全員プレイボーイです。ありがとうございます。明日侍ジャパンのガチャで村上くんゲットしたいな。ガチャっていうか、まあ、もう契約書無料わかんないけどゲットしたいっすよ。村上くんの最新スキル欲しいっすよ。岡本さんも欲しいっすよ、マジで。もうお願いしますよ、めっちゃ楽しみっす。もうプロスピ最高、はい、超広角あります。いやもうプロスピ超面白いよ。ドッカンバトルアンインストールしました。はい、サイヤの日3月18日やってたんですけど、始めたんですけど2日でアンインストールしました。プロスピが面白すぎて、プロスピに勝てるゲームないわ。もっとプロスピとエイペックスぐらいですね。エイペックスもそんなやってないけど。はい、ナイス、オッケー、いいよ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 。タブゴはないですよ。タブゴはスピ解放かな、やっぱり。タブゴはさんはスピ解放しようかな。ソーチ。もうソーチがいる。うわ、広角出ちゃったよ。いいの？外広角出ちゃったけど、いいんすか？マジで。はい、うわ、うわ、もう打ちやすいやん。もう打ちやすいんですけど。うお塩がいいわ、外はマジでいい。さあ坂本さんに回して次の試合行こうぜ。糸井さん頼むよ、糸井ちゃん、この糸井ちゃん大好きよ俺。この糸井ちゃん超打ちやすいから、もう早くここからオリバン欲しい。はい、ありがとうございます。わ、ライドルだけど、さあ超広角、オッケーよ、いいね。最新スピなんでマイナス1です、相手の変化では。さあ2試合目、高校で4番イチローっすか、相手の人、フォアスング、江川スグルングなんですけど、江川スグルングです、最高、藤浪君、ドジャース相手にめちゃめちゃいいピッチング、ただ、四球が多いっす。はい、ショート、えい、これよ、これ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 なんよ。みーちゃんよろしくお願いします。みーちゃんやっちゃうよ俺。みーちゃんごめんやけど、また山岡さん。って俺苦手なんやって、山岡さんマジで帰れー。はい、ありがとうございます。また同じような、もう糸井さん最高だわ、外せね。よし、ちょっとここ2打席凡退してるから、ここ打とうや、大野ちゃん。しっちゃい、最悪です。勝つ、のびのび太さん絶対勝つ、俺は勝つ、のびのび太に勝つ、もう無言でやります。ハイライトでどうぞ。先発打ったー、レフトが追いかけますが頭を越えました。何か初球打ちヒットになった、三塁を、ま、打ったワンバウンド、あっと強い当たり取れない、ちょっと連打を浴びてるん
帰れー。